はい。スロットの台数以上の番号を引いてしまったんで、とりあえず入ってみて、バラエティ見てみて、空いてなかったらちょっと今回はやっぱり一発目なんで大事に行きたいので、やっぱ中途半端なものは作りたくないので、ちょっと待つかもしれない。俺新章一発目っていうのはこの節目の時、買ったことないことに気づいてどれぐらい負けてることに気づいた。それぞれ第4章目かな今回で。おはようございます、お願いします。あ、でも結構パチンコ行ってるとおるから案外空いてるかもな。ここっすね、バラエティ。いやー、鏡 S だったら打てんねんって話っすよね。あー、AO 奪ったな。 AO も S だったら打てんねんって話っすよあ、バラエティ全部奪ってる。マジか、あかんか。ちょっと空いてなかったんで、バラエティもで他もちょっと名簿次第もないので、ちょっと一回待ちます。多分飛ぶと思う。おはようございます、スロパチステーションとワンダーランド770の東相川店さんにやってきてるわけなんですけど、まあ今回もスロットの台数の抽選をぶち切ってしまいまして、案の定何も座れずスタートということなんですけど、頑張ってあったともしていいとこ見せれるようにしていきたいなと思います。でまあ新章が始まって内容が100万人の、達成ということで、まあ、ちょっと限界数を超えてる気がするような気もしないするんですけど、とりあえず達成できたら旅行で、無理やったら富士山。気持ち新たに新章が始まり、ミッションが与えられました。100万人、そんなに達成の人口おらへんやろ。達成したら好きなところへ旅行行けるらしいけど、失敗したら富士山登るらしい。おじさんには辛いな。下克上。まあとりあえず、達成できるように頑張っていきたいなと思っております。ということで本日ワンダーランド770東相川店さんで一発目頑張って勝利を収めたいなと思います。ゲゴルだ、下克上。やってきました、凱旋になります。さあもうね、あんま良くないんですけど、ぶっちゃけ、943ゲームで1回だけ当たって、まあ、天井前かな、リセ前のリセット天井の手前だってちょっときついパターンですね。で363ハマって終わってます。捨てられてる台に移動していました。移動というより、まあ、これが初めての台ですね、まあ、やっぱ開くのはこういう台ですね。凱旋天井行って単発やったりとか、まあ、こうやって天井手前で当たって単発、これも単発なんですけど、で折れてやめちゃうっていうパターン、まあ、これでも全然高設定のパターン、あり高設定のこと全然ありえるんで、分かんないですよどうなるかは。こういう大事な節目的なところはゴッドシリーズとやり合いたい。だいぶやられてきてるけど、こういう時トライしたら、まあ今ブラックホール1ゲームで就労したので、まあ全国準備以上のモードにおるよっていう下ですね。だからここからもっぱすレア500引いて上げて天国上げてで刺す。右上がりで風当たっちゃえ、来たか。557で氷が連続する鏡、いやまだあるかないが、ワンチャンあったもんね、ま、ちょっと早めに欲しいなね、早めに欲しいね。でこの凱旋でも全貨持ちやからな、ありえないですよ。その天井リセット、まあ多分リセットやと思うんですけど、そんな943が天井を60ゲーム前で当てやがるって、前回以外何もんでもない悪い子やろ、ほんま。
暑い、地味に暑い竜巻演出。これアガナラテンパった時点で2学なんですよね。アガナラがテンパらへんねんけど、大体だから地味に暑い第二停止。イソッペが引いたじゃないですか、1ゲーム目に。あれだからテンパった時点で確定だったんですよ、赤棚が。最近朝のEテレのオトッペ見すぎてイソッペって言ってもてる。イソッペ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 っていう歌があるんですよ。はい、あ、めちゃめちゃ暑い。青リプ2回来ててボタンなんでチャンスでリプ、なんでやねん。今のリプレイやったらね、青7、3連の G ストップが濃厚やったんですけど、かなり熱い場面やったんやけどな、裏切られました。右上がりディフェンスが入った、静かっすね。めちゃめちゃ1万円秒で飲まれました。2万円目ちょっと待ってくれよ。2連続こんなハマるか。3枚目です。もう860ゲーム、1000回転ハマるんやったらさっきの当たりの時に行ってあげろよと思うんすけどね、この意地悪。きっつい。もう天井がいいっすね。いや、まだ考えとはやめとこう。カメラマンいなくなれば当たり濃厚説、ギフさん。リプ4来た。どうしよう、ちょっとぐっちゃん来る前に待っとこうかな、トイレ行ってもうたから。とりあえずリプ4してるんでもう一発。あー、ダメか、Gストップ。リプレイ4連見ててほしいから待ってた。じゃあとりあえず Gストップ行きましょう。Gストップが、A から H までグループ分けされとって、これで入りますね。まあ8種類のグループがあるんですけど、まあ、A と E が、まあ、いわゆる鏡なしの、まあ、厳しいテーブルで、それ以外それ選択されるのが、まあ、レア子役引いたら鏡2枚以上、まあ、もちろんいいんですけど、ハズレとか1枚役とかの場合は、50% でその鏡なしで、残りの 50% で鏡1枚以上プラス 10% で2枚以上なんで、 10% を引いてくれば粘り全部決まるんで、組み合わせと鏡の数が。これは鏡なしダメですね。てか、あのね、7やりたい、7か S がいいですね。だから今日はなんとなくですけど、エクストラできる気がする。鏡全然出えへんですね。S! あー、ちょっと違う、反対やな。 10% やっとるぞ。 OK! 10% 取れましたね。 OK! いやー、 S がなんとなくエクストラできそうな気がするから、3分の1、3がいっちゃうしょうもないな。 V か、まあまあまあ OK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  です。投資も2万6000なんで1029ゲーム。よし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 、やっぱ G ストップは熱い。てか待ってるよかった。10分ぐらい待った気がするよ。だから G ストップっていうのはほんまに神のチャンスなんですよ。レバーでグループ分け、テーブル選択で第1、第2、第3でガチ抽選、5分の1ずつ。かなり面白い。ただ厳密に言うと、レア子役引かれへんかった場合、その鏡3枚の振り分けは、0.15% ぐらいしかないので、そこはめったにないです。だから 10% で大体鏡2枚って考えてもらったら分かりやすいですね。
ただやっぱ熱いのがレア子役、引いたら2枚以上確定なんで、まあ、トゥーノーズ限定ですけどね。とりあえず V ぞろいで約900枚は取れますね。半分以上は返ってくる。外戦 GG 中がむずいんすよね。乗らないんすよね。ひなた5連ですか。ハープラスが引いてももう全然ダメなんで 2.5% ですか、乗らへん。まあ天国ロングにいれば 10% ですけど、まあなかなかいかないんで、ほんまキナナ5連うまい人が凱旋上手な人やと思います。566、いやーただで終わらされへんで、これラストです、ラストセット圧巻終わってまう。何もできひんのか。なんか来い、奴が来る、奴が来る、乗ってくれ。鏡は熱い。おお、上がった。おお、耐えた、ビビった。2ゲーム目で完結した珍しいパターンです。よっしゃ、先輩。外戦のいいとこはね、盛大に先輩を祝ってくれるそこがいいですよね他の代理はないぐらい祝ってくれる。まあ投資分ぐらいは返ってきたね、とりあえず宣言通り。よーし、4連まだ終わりたくない。隣が当たったれば、おっやっちまった完全に意識持ってかれた。終わりましたね。いやー問題はこっからやな。ないです、ループは。問題はこの後どう動くか、プラス一応あのイプさんの抽選もしてるんで、当たったらもう1ゲーム目からゼロのありが来る。ゼロないですね。あった、イプさん当たった、マジか。1ゲーム、あれが氷の奇数転売に取られたって感じか。 OK、 エアコ役引いて3枚持ってこよう、7月の。2枚、じゃあいらんな。止まった時点で面白くないっすね。おーし、 V で、いやラストか。あー熱い、めちゃめちゃ熱い。来い、じゃあ行こうか。かかうわ。いやーまあでもリプさんか、ちょっと気持ちが前向きになるリプさんですね。 OK OK、言わずもがなリプさん当選 5% から 20% です。まあ一回確認じゃ、まあ同時に方がいいレベルなんですけど、まああるに越したことはない推測要素ですね。まあでもハマってるからね、ゲーム数が。お、なんか降り出した。なんやろ、何も引いてないですね。これ当たったら謎当たりで一気に上っぽくなる。うわー、あるかな。ないかい。
昨日新幹線で福岡に来るときさ、親子ですごい喧嘩しとって、多分子供3、4歳ぐらいの子やってんけど、その子供が泣いてる理由が聞こえてきてんけど、パーシー乗りたいって、パーシー、トーマスのでお母さんがパーシーか新幹線どっちかにしなさいって、まあパーシーなんてすな乗れるもんちゃうねんけど、もうしばらくその攻防が続いとって、でもう子供が言うこと聞かれへんから、お母さんがもうしまいにパーシーなんてこの世にいないのって、そんなもん乗られへんねんって子供全員でギャーって泣いて夢ぶち壊しとったの。いかだった、まあ、ちょっと電柱っぽい動きしとったんですよね。当たった、これ謎ちゃうかな、どうなんやろ、どっかで上がってたのかも分かんないですけど、何も引いてなくて当たりました。謎当たりやったらめちゃめちゃ設定差があるんですけど、その通常定格何もいかず当たるってやつ、4と6がズバ抜けてありえるんすよ。なので結構、ああくそ、ああもう今の作戦がしれっといけば5連する作戦が通じんかった、下心が見えてたんかな2ゴロ単発、まあ仕方ないか、外線のこのプッシュボタンの法則が結構面白くて、ここ押したら1,2,3,4って上から順番に光るんですけど、今回一番下の法則が、まず中段リブ否定なので、この時点で、他で言ったら赤棚が上段飛ばしたらその時点で赤棚確定とかいう法則があったりします。基本的には右上がりです。なんでちょっと熱くなれる、まあ法則がねちょっと多いんですけど、熱くなれるポイントは一番上やったらもう中段飽きらない以上なんで、まあ左ゴッド止まったらゴッド確定とか、2番目やったら激安ボタン押して激安やったらその時点でガセがない本店長以上確定役で、3番目やったら左にゴッド止まったらゴッド確定とか、それぐらいの法則を覚えてたら結構熱いです。面白くプッシュボタン打てる、まあ見れる。4枚目です。おっ、よー、来たー、チャンスました。すぐ近くの凱旋なんですけど、まあ、やめられたことにちょっと話を伺ったら、あの裏店に1回だけ入ったということみたいです。ただあのリフターからの迅速はないらしいんですけど、ただ裏店の突入率が4-6だけかなり抜けてるので、まあ、さっき言った内容よりかはいいかなと思われるんで移動しました。で裏店なんですけど、まあ、ちょっとややこしくてモードが3つあって、裏で思ったと別に裏帝国、裏天国準備、裏天国、まあ、ここに行くのが、まあ、設定差大きいですけど、まあ、ここに行くっていうよりかはこっからここも設定差が大きいところなんですよね。裏帝国から裏天国準備が、1,2,3,5 は4000分の1ぐらい約で、5が1700分の1ぐらいで、6だけ800分の1ぐらいとずば抜けてる感じですね。で天国準備に、裏天国準備に上がったとしても裏定額にまた戻る抽選が結構な確率でしてるんですよ。1,2,3が80分の1でまた戻っちゃうで、4,5が160分の1なんで、まあまあ頑張れます。そこで踏ん張れる。
で裏天国準備行けばそこは設定不問で600分の1ぐらいで裏天国準備、裏天国で上がります。なので必然的に、4と6はかなり行きやすくなってます。なので1回確認できるだけでかなり、設定的に期待できる、かつ6の可能性も上がるというのが裏天国です。はい、ということで、6枚目になります。697で外れました。矢が裏手下ですね。裏手によったら45分の1で出てくる演出、そうじゃない場合は5700分の1くらいなのでえらい違うんですよね。まあ、もう一回確認できれば、早い段階でもう一回確認できれば多分いてると思います。なんで俺が打ったら急にハマり出すんですかね。そんな人変わる瞬間に設定変更とかできたんですか。で最初のアルテミスハズレから130ゲームぐらいか経ってるんで多分ダサゲです。雷の移転牌も示唆としてあるんでそっちもないのでないと思う。思わせぶりでした。この価格第2章の1話にめっちゃ似てますね。隣の方がゴッとたんまり引いたりとかそのイライライに移っていったんですけど俺が打ったら挙動変わってへこんでいった。確か8番ぐらい負けたっけな。なんか似た感じやな。1140ゲームで8枚目なんで多分ちょっと足りないっすね。ATM が3番上限やったんですよ。ちょっとその時はごめん、お願いします。1300、あと180、このペースこのリズムでいったら何も起きやしない。今この乱数調整がもう無抽選。大丈夫、このリズムの乱数がいい、噛み合ってる。うわっ、ちょっと待って、なんか煽り出しましたね。圧巻、いやー大丈夫っしょ。なんやろこれ、そうやろ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、1335いけるはず。おっしゃ、いらっしゃ。さすがに何も引いてなかったんで割と自信はあった、当たらへん自信はあった。怖かった。いやちょっと待った、めっちゃ当たりそう。ここに来て謎当たりとかいうウォッチやめてや。
当てない、当たるやつやこれ。うわー終わった終わった一角です。謎当たりっすド派手に当たりやがって。頼むから返してくれ。俺の8番頼む。まだ終わったわけじゃない。100ゲームなんかことこそしかないっす。ほんまにそれしかない。おい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 、何駆け抜けようとしとんねん。ストレスがやばくてどうにかなっちゃいそうっす普通に終わりそう。乗ってる可能性あるけどな。情けのつもりか順蔵は良かったですラスト。さすがにもう無理です。不甲斐なさすぎる。次こいつ打つ時はもっといいとこ見せれるように頑張ります。今日はもう帰って枕びちょびちょに濡らします。あー下克上。え、8番。はい、8番です。なんで、え、8枚目入れた時の感情が急に帰ってこれたな。なんで帰ってきた。帰って今度2店舗目行きや。2店舗目分かんない。何笑ってよ違うそうじゃない。何8万円入れたら何できたかって話やろ。それやったら家族旅行も行けたし、そう割り切って8万円もお買い物して帰ってくる。それおかしいなだからそうやったら16万ってことだからだから意味が分からへんちょっと嫌いだそうねんまあな、今んとこ自分のお金でやりくりしてるしな、うん、家のお金に手つけ出したら知らんで、ね、んこれだけは。はい、うん、分かりました。お前誰かにもらってもらってな。そやろそれまでやろはい、ということで YouTube のいや、もう長すぎるんだけど、いけるいけるよ。ほんまにしろんで。はい、梅空さん、はい、よしきさんの滑舌の悪さがツボです。ありがとうございます。治らんね。ね、あ、一生これでやっていくしかないと思う。なんかペチャペチャ乗ってるしな、しかも滑舌の悪さだけじゃなくてペチャペチャって何、なんか何やろな。そうだよ、言われたことないよ。え、みんな気遣って言えんの。ハーブ食べたやからさ関係ないやろ
なんかすごい跳ね返ってんじゃん、いっぱいツーバーが。なんてこと言うの。次、はい、神押し、なんていうの、生ののぼしさん、はい、苦手なの分かるけど、絆を売ってる動画見たい。はい、また打ちます。また打って、振動術ぶち込んで何枚出して、はい、終わります。はい、次回以降は勝てるように頑張りたいなと思います。はい、以上です。今回はこの辺で、また回戦リベンジします。ありがとうございました。お疲れ様でした。次頑張りや、頑張りや。はい、みんな最後まで見てくれてほんまにありがとう。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタン押して入ってください。あ、もしよかったら、Twitter のフォローもよろしくね。ってことで、次の動画も見てくれたら嬉しいです。めちゃめちゃいい、マジで。